じゃあ、よしです。はい、では今回は、イラつきすぎて、もうメンタルがやばい時のメンタルリセット方法っていうテーマで、新たにお伝えしていきたいと思います。はい、まあ、練習の中で、まあ、国語のためのですね、練習は順調に進んでいますでしょうか。まあ、ほとんどの人がうまくいかない。今まで数年とか、10年近くとか、まあ、ずっと野球やってきた。まあ、その積み重ねの先に、どうしてもイップスっていうのがなってしまっているので、そうそう簡単に変えることは、難しいです。その状態でなかなか進んでないとかうまくいってない状態で継続するっていうのはめちゃくちゃきついですよね。そのモチベーションを維持するっていうのはめちゃくちゃきついです、ただ一つあなたにこの動画を見ていただくにあたって分かっていただきたいのは、それだけあなたの野球は継続できてるんですよ。最初は楽しくて今はちょっと違うかもしれない。ただ同じものを繰り返しもう何年間もずっとやり続けられてる継続力があるってところです。いや、それだけすごいと思います。普通に考えて他のことそれだけ継続できますかっていうところです。ましてや学校とかだったらそういう決まりがあってとかですけど、野球は別にやらなくていいじゃないですか。極端な話、自分がやりたいと思ってそれだけ続けられてる、まあ、そこはすごいってことを認めてあげましょう、日本人はすごくめちゃくちゃ謙虚なので、そこいや俺なんてとか、いやそんなことないですとかってなっちゃうんですけど、そうじゃないです、だからこそ謙虚な人ほどいつなりやすいんですけど、いや大丈夫、まだちゃんとやってる、頑張れてる、進んでる、そういうふうに自分で思えるかどうかってめちゃくちゃ大事なんですね。まあそのために、まあ、成功体験とか必要ではあるんですけど、まあ、今回はっていうよりも、まあダメだってなっちゃった時の、もうイライラして、あいつイラつくとか、なんだよあいつってなった時なって、もう全然動けなくなっちゃう、もうイラ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 して、もうやる気すら起きないってなった時にどうやったらいいかってのをお伝えしていきたいと思います。まあ、ただ2分で終わり。一番簡単な方法、全部書き出す。なんかよくメンタルトレーニングとかでも、まあ、こういう手法を使ったりもするんですけど、イメージで言うと、カフェでめちゃくちゃ友達に愚痴、彼氏とかなんかいろんな人の愚痴をバーって入ってふーっつってスッキリして帰ってくる、そんな感じの女子高生みたいなイメージです。なんか僕その学生の時ですね、まあ、なんかいろんな友達とかいたんですね、まあ、僕の親友の彼女さんとか。で、なんかそこで相談を受けたりとかしてたんですね。まあなんかそのプレゼントがどうかとか、最近なんかこんな感じでとかっていうのを普通に3人で仲良く遊びに行ったりとかしてたんですけど、まあそれは置いといて、で、いきなり呼び出されるんですね、カフェとか。なんかちょっと来てくんないって。近くにいたから僕も、あ、いいよっつって、まあ勉強してたんで、あ、いいよっつってそれ行くんですけど、呼び出されて行って、なんか愚痴がめちゃ始まるんですね。もうマシンガントークのように、ふわーっつって。なんかあいつも最近なんか変調するし、なんかもうなんかイライラするし、なんかすごいこと、なんかちっちゃいことだけ切れるし、なんか一時ぐち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 ねちぐちぐちみたいな、はーみたいな、イラつくーみたいな。まあ、そっかーっつって。女性とかこういうなんか正論みたいなので言っちゃうと、それはじゃあ男性の女性とちょっと違いがあるので、そこはちょっとただ引いてるんで、あ、マジかそうなんだって、わーってふぅ、オッケー、すっきりした、帰るわって帰ってくるんですね。帰ってくるんですよ、俺呼ばれたのにみたいな、そっち覚えて帰るなよみたいな、イメージそんな感じです。ただ男性とか特に野球やってる人とかっていうのは、逆にそうやって話す人がいなかったりとか、逆に男だから逆に話しづらい、女性同士がバーって話したりするんですけど、男同士ちょっと照れくさいじゃないですか、同じ部活の仲間と。いや、親に分けてもないし、兄弟とかに言うのも恥ずかしいし、クラスメイトとかもなんかね、からかわるでしょ、僕そんな感じです。ってなった時に一番いいのはノートなんですね。別に誰にも見せなくていい。もし本当に嫌だったら、書いたとシュレッダーでもちぎるよって、それ捨ててもいいです。ただ、書き出すっていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。それも、何を書き出すとかじゃなくて、その時に頭に浮かんだことを全部書き出してください。まあ、できれば静かな部屋とかもですね。うわ、誰だ、イラつく、なんであいつの、ねちねち嫌がってやって、あの先輩腹立つなとか、監督こっち、なんであんなきついことやらせんだよとか、もうなんかよくわかんねえけど、あの子かわいいなとか、何です、お腹すいたなとか、なんだろうね、今日の夕飯なんだろうとかって、なんでもいいです、全部、野球とか関係なくてもいい、全部頭の中にたまたま浮かんだこと、今日僕だったらこの後ご飯何食べようかなと、なんでもいいんですけど、それをダーって全部分け出してください。もう2分間、時間を計って、バーって書き出し、ノート1ページ真っ黒ぐらいにするぐらい、バーって何でもいいです。書き出してください。もう読めなくなってていいので。ただ、その書き出すっていうのは大事です。さっきの言ったその女の子みたいな話、ズワーって吐き出して、ふぅ、ああ、なんか好きっていう話です。そのいくつに関しても、いや、どうしよう、もうなんかもや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 して、で、動けなくなっちゃうんですね。
だったらダーって吐き出して書き出して、ふう、じゃあどうしようか、ここが大事です。書き出せば OK じゃなくて、書き出してダーってやって、ふう、すっきりした、じゃあここからどうする、ここが大事なんです。 そこにみんな行きつけてないで、なんか足踏みしちゃってるんですよね。で進めないんですよ。足に鎖引きとか重りがついちゃってるみたいな状態。それをダッて外して取り除いてあげて、じゃあどうしようかっていうところに移ってほしいんですね。だから普通に腰痛とかで相談乗って、長期で対面とかでもうやり取りしてることがあります。全然もう話しげる、あの先輩がやらずいて、そっか、ね、そのどうだろうとかって話を聞けるんですよ。バーって話もあって、そっか、じゃあどうしていこうか、どっか行く、まあ、そういった話をディスカッションしながら僕も進めていくので、まあ、会えない方はしょうがないので、まあ、公式 LINE とかの方で連絡ください。まあ、そういうところで、まあ、ノートのところですね、書き出すっていうところはめちゃくちゃ、まあ、簡単ですし、すぐ実行できますので、まあ、可能であれば今すぐちょっとやってほしいです。家に帰ったらもうすぐやってほしいです。練習だと思って。まあ、イライラすることなくてもいいです。今、思いつくこと、全然、テストの勉強がわからないとか何でもいいんで、バーって書き出す。まあ、練習だと思って、ちょっとこれもトレーニングだと思って、ちょっとやっていただけたらと。思います。もし詳しいやり方ちょっと分かんないよとか、それにちょっと投げ方のところとか聞きたいよとか、アドバイス欲しいよっていう方に関しては、あの動画概要欄の方に公式 LINE の URL を貼ってあるので、そちらの方に、まあ、クリックしていただいて連絡をください。相談に受けますし、まあ、動画を送ってもらえれば、その動作指導、あなたに合ったこういう練習方法が良さそうですねとか、これ試してくださいっていうアドバイスだったりとか、あとは僕の方で電子書籍、あの PDF で、まあ、資料をまとめているので、その、まあ、トレーニングの仕方だとか考え方のところだとか、動作指導は個別であるんですけど、そのところも無料でお渡しをしているので、まあ、僕の今後のですね、教室を開くための、まあ、指導実績したところで、まあ、無料でやらせてもらっているので、ぜひそちらも気軽に追加していただいて、僕の公式 LINE の方に連絡をください。はい、ではこの動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。